サムネイル見たわよ。今回の難読地名クイズは大阪なんだって。そうよ。大阪は日本で2番目に面積の小さい都道府県だけど、調べてみるとすごい数の難読地名が出てきたのです。難読地名の宝庫だね。多分大阪の人でも半分答えられるかどうかだね。8割答えられたら大阪のエキスパートだと思うわ。難易度高いわね。腕が鳴るわ。頑張って。それではスタート。第1問。大阪府松原市にある地名です。シンキングタイムスタート。クイズになるくらいだから想像の斜め上を言ってるかな。アボでどうかな。正解は青です。よその土地ではアボという読み方もあるけど、大阪府松原市のこの地名は青と読みます。第2問。大阪府大阪市西区にある地名です。シンキングタイムスタート。最初の文字が難読ね。完全に勘だけど、くぬぎ本町。正解はうつぼ本町です。最初の字は強靭なという言葉などで使われるわ。第3問。大阪府堺市堺区にある地名です。シンキングタイムスタート。最初の3文字はモズでしょう。全体でモズ遊具もちょにします。正解はモズ石雲町です。最初の3文字の部分は正解だけど、後ろが難しかったかな。第4問。大阪府泉南市にある地名です。シンキングタイムスタート。後ろは大縄城だとして、前の2文字をどう読むかというクイズだと思うわ。新立大縄城でどうかな。正解は新立小野城です。新立の部分も難しいけど、小野城の部分がまさかまさかだったでしょう。第5問。大阪府柏原市にある地名です。シンキングタイムスタート。だと間違いってことね。国分東城町でどうですか。正解は国分彼岸城町です。東の部分を彼岸と読むのが意外すぎるポイントね。第6問。大阪府東大阪市にある地名です。シンキングタイムスタート。出ないことだけは自信があるわ。水走りってことでどう。正解は水杯です。知ってる人じゃなかったら、走るという字をはいと読むなんて誰も思いつかないと思います。第7問。大阪府堺市北区にある地名です。シンキングタイムスタート。大豆塚町だけど、それはないから大豆塚町にします。正解は豆塚町です。知らない人にはまず答えるのが無理でしょうね。おい、大はどこに行った。第8問。大阪府堺市中区にある地名です。シンキングタイムスタート。
私たまたまだけど最初の2文字だけの漢字知ってるのよね。最初の2文字は恥とか箸と読みます。だから恥町で正解でしょう。正解は恥町です。すごく惜しい。恥って読むのを知ってるだけでもすごいわ。第9問。大阪府大阪市中央区にある地名です。シンキングタイムスタート。普通に読んだら道州町、でも私が答えるのは土庄町。これは自信あるよ。正解です。土庄町です。すごいわね。ひょっとすると土庄町のこと知ってる？知ってるわ。大阪って天下の台所って呼ばれてたじゃない。薬に関してはここに物資が集まっていたのよ。今でもここにはたくさんの製薬会社が集結してるわ。第10問。大阪府富田林市にある地名です。シンキングタイムスタート。私最初の字を二重と読むのを知ってるわ。山と合わせて二重山でしょう。正解は鈴山です。最初の二文字を訓読みしたら二重となるのは正解。もっと言うと重という字が二つ並んで下でつながってるでしょう。ここから二重という意味があります。第11問。大阪府羽曳野市にある地名です。シンキングタイムスタート。最初の字はよとかほまれと読むからよだかほまれだだと思うけど、よだにしておきます。正解はこんだです。これは知らないと正解しようがないわね。第12問。大阪府大阪市西淀川区にある地名です。シンキングタイムスタート。これはわかります。三手島です。駅名にもなってるから地元では有名ね。でも知らない人からしたら五平島だと思うでしょうね。最後は大正解。私の言いたいことを全部言われました。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。何問正解でしたか？チャンネル登録よろしくお願いします。